テイサム・ショーン・ヒルは、アメリカ合衆国間補修、ポカテロ出身のアメリカンフットボール選手。現在 NFL のニューオーリンズ・セインツに所属している。ポジションは、クォーターバックであるが、ユーティリティプレイヤーとして様々なポジションで、起用されている。公式のデプスチャートには控え QB として、記載されているが、これまでにタイトエンド、ワイドレシーバー、ハーフバック、 フルバックをはじめ様々なオフェンスポジションでプレーに参加しており、パントリターナーを含む、攻守両方のスペシャルチームでもプレーをする。適応力の高さから、NFL でも最も個性的な選手の一人とも評されている。メディアからは、人間スイスアーミーナイフの呼び名を付けられた。2020年のシーズンには初めて先発 QB として起用され、4試合を3勝1敗で乗り切り、 ドリューブリーズの負傷欠場の穴を埋めた。昼は、アイダホ州のポカテロで生まれ育った。ハイランド高校では、フットボール、バスケットボールと、陸上競技で活躍し2009年に卒業した。最終学年である4年時には、パスで2269ヤード18タッチダウン、ランで1491ヤード24タッチダウンを記録し、州の最優秀選手、 ゲータレード最優秀高校生選手、間補修オールファーストチームに選ばれた。昼は同高校での単年と通算両方でのオフェンスの最高記録を持っている。陸上選手としては200メートル走と総幅跳びに取り組んだ。高校2年時には地区の競技会の200メートル走で自己ベストとなる22.5秒で3位となった。また800メートルリレーでは、 アンカーとなり1分31秒41の記録でチームを優勝に導いた。4年時には同じ大会で総幅跳びで6.85メートルを出して優勝した。2009年の高校卒業に際し、アリゾナ大学、ボイシ州立大学、オレゴン州立大学、ワシントン州立大学、ユタ大学、スタンフォード大学、ブリガムヤング大学などのアメリカ西部の大学から、 勧誘を受けた。スタンフォード大学のヘッドコーチ、ジム・ハーボーの熱心な勧誘により当初は、スタンフォードへの進学に傾いた。しかし、モルモン教徒としての布教活動中に、スタンフォードは6月まで新入生がチームに参加することを認めないことを知らされると、最終的に、ブリガム・ヤング大学への入学を決意した。1年時の2012年シーズン、ヒルは第 2QB となった。 当初は彼の運動神経を活かしたショートヤード用の特別なフォーメーションで起用された。大学時代の最初のプレーはホーム開幕戦となったワシントン州立大学戦での18ヤードタッチダウンパスだった。2012年はユタ州立大学戦での試合終了間際の膝の怪我でシーズン絶望となるまで6試合に出場、そのうち2試合で先発した。 2013年になるとヒルは先発 QB を務めた。開幕戦のバージニア大学との試合は、16から19の接戦で落としたが、翌週のテキサス大学戦ではランで259ヤード、3タッチダウンを稼ぎ、40から21で勝利した。2014年は10月3日のユタ州立大学戦で、足を骨折し、シーズンを終えた。ビューとしてはこの試合が、 シーズン初敗北となった。2015年は序盤から怪我に苦しめられた。9月5日の開幕戦となるネブラスカ大学戦でリス・フラン骨折を追った。試合後、ヘッドコーチのブロンコ・メンデンホールはシーズン中のヒルの復帰はないだろうと発表した。その結果2015年は1年間登録を外され、2016年に最終年をプレーすることが可能になった。 2016年2月16日、ヒルは他大学に編入するのではなく、ビュで2016年もプレーする声明を出した。同年8月23日ヒルの怪我の後、先発 QBE を務めていた2年生のタナーマンガムに代わって先発 QBE に指名された。ヒルは背番号4から兄のデクスターがつけていた7に変更した。2016年11月26日同州の ライバルであるユタ州立大学戦の第4級に肘に過伸点損傷の怪我をし、またもシーズンを終えた。ビューで行われたプロデーでヒルは驚異的な身体能力を見せた。2017年の NFL スカウティングコンバインでは q b の中でトップとなる40ヤード走4.44秒、垂直飛びで38.5インチを記録した。 大学時代の通算成績パッカーズ時代のヒルヒルは2017年の NFL ドラフトでは指名されなかったが5月5日にフリーエージェントとしてグリーンベイパッカーズと契約したプレシーズンゲームで3試合に出場パスで20回中14回成功2タッチダウンランでも1タッチダウンを記録したしかし9月2日にウェーバーとなった2017年9月3日 ニューオーリンズ・セインツと契約を結んだ。12月3日にアクティブ・ロースター入りすると、カロライナ・パンサーズ戦で、スペシャルチームとして12プレイに出場、パンサーズのキックリターナー、ホジー・ウィット・テイカーに対して2タックルを記録した。2018年、第 3QB として、シーズンに臨んだが実際にはシーズンを通して、先発キックリターナーを含む、様々なポジションで起用された。 9月16日のクリーブランドブラウンズ戦では47ヤードのキックリターンを記録した。翌週のアトランタファルコンズ戦では3回のキックリターンで64ヤードを稼ぎ、パントカバーではタックルを決めた。オフェンスでは3回のランで39ヤードを獲得した。また、ブロッキングタイトエンドとしても起用された。9月30日のニューヨークジャイアンツ戦ではパント体型からのフェイクプレイで、 NFL キャリア初となる10ヤードのパスを成功させた。また4回のランで28ヤードを獲得、レシーバー、キックリターナーとしても出場した。ワシントン・レッドスキンズ戦では、キャリア初 TD ランを含む5回24ヤードを走り、43から19の勝利に貢献した。10月28日のサンデーナイトフットボール、ミネソタ・バイキングス戦では、 マイケル・トーマスに44ヤードのパスを通した。これがチーム最初の TD につながり、試合は30から20で勝利した。第14週のタンパベイバッカニアーズ戦では、ブライアン・アンガーのパントをブロックした。このプレイが逆転 TD につながり、この勝利によりセインツは NFC 南地区優勝を決めた。ヒルはこの週の NFC の最優秀、スペシャルチーム選手に選出された。 このシーズン、ヒルは37回のランで196ヤード、2タッチダウン、3回のレシーブで4ヤード、パスでは64ヤード、1インターセプトだった。加えて、キックリターンでは14回のキックリターンで348ヤードの成績を残した。ディビジョナルプレイオフのフィラデルフィアイーグルス戦では、パント体系からのフェイクランで、ファーストダウンを獲得したが、このプレーが、 逆転勝利へのきっかけとなった。ロサンゼルスラムズとの NFC チャンピオンシップゲームでは TD レシーブを挙げたが延長の末26から23で敗れた。2019年第1週のヒューストンテキサンズ戦でランで2回8ヤードを獲得するとともに9ヤードの TD パスを補給チームは30から28で勝利した。 第7週のシカゴベアーズ戦では2回21ヤードを走った。また4ヤードのスクリーンパスでレシーブ TD を上げ36から25で勝利した。ドリューブリーズが怪我から復帰したアリゾナカージナルス戦では昼の起用は増えた。自己ベストとなる3回のレシーブで63ヤードを獲得し 1TD を記録、チームは31から9で勝利した。 サンクスギビングデーに行われた第13週のアトランタファルコンズ戦ではパントをブロックし走っては30ヤードのタッチダウンラン3ヤードのタッチダウンレシーブを記録しチームは26から18で勝利したこの試合で彼はシーズン4度目のタッチダウンパスレシーブを挙げ q b による1シーズンでの最多記録を更新した第15週のマンデーナイトフットボール インディアナポリス・コルツ戦では2回42ヤードのレシーブを記録した。このうちの一つはブリーズの歴代通算最多タッチダウンパス記録を更新した541個目のパスである。この試合は34から7で勝利した。プレイオフではワイルドカードゲームでミネソタ・バイキングス戦に出場すると q b として50ヤードのロングパスを成功させたほか、ランで 計50ヤード走り、レシーバーとして1タッチダウンレシーブを上げるなどマルチな活躍を見せたが、チームはオーバータイムの末20から26で敗れた。2020年3月、セインツはヒルを464万ドル相当となる一巡テンダーに指定した。4月26日、ヒルはセインツと2年2100万ドルで契約した。目のタンパベイバッカニアーズ戦では、 パス2回48ヤード、ランで54ヤード記録し、チームを38から3の勝利に導いた。10周目にブリーズが負傷すると、11月20日、11周目のアトランタファルコンズ戦で、ヒルがキャリア初となる QB としての先発出場をすることが発表された。その試合でヒルは23回中18回のパス成功で233ヤードを獲得。 さらに走っても51ヤードで 2td を記録し、ファルコンズに24から9で勝利した。続く12週目のデンバーブロンコス戦では、2度のラッシングタッチダウンの活躍でチームを31から3の勝利に導いた。13週目のアトランタファルコンズ戦では、232ヤードと、初の1試合にパス td を決め、21から16、勝利した。 2021年3月14日、セインツの先発 QB のブリーズが引退を表明したの同じ日、ヒルは4年1.4億ドルの契約延長にサインした。これは、セインツのサラリーキャップを確保するための契約再構築で、2021のキャップに対しては775万ドルを削減することになる。一方で、ヒルがこの全額に近い金額を手にすることは、おそらくなく、 現実的には1年1216万ドルでの契約更新で残りの3年間については破棄される見込みだ。ヒルは2021年シーズンの先発 QB の座をジェイミー・ウィンストンとトレバー・シーミー・アンと争うことになる。レギュラーシーズン・ポストシーズン・ダグとナタリーの間に生まれた4人兄弟の末っ子である。テイサムの名は地元である。 アイダホ州のポカテロにあるテイサムロータリー公園から取られた。ヒルは末日聖徒イエスキリスト教会の信者であり、2009年から2011年までオーストラリアのシドニーで布教活動を行った。2014年にエミリー・ニクソンとソルトレイク寺院で結婚している。2020年8月23日は第一子ニクソンが生まれた。ビュト。 NFL でプレーしたラインバッカーのデビッド・ニクソンは義理の兄弟である。ありがとうございます。